はい、どうも皆さんこんばんは、いかくんです。ということで、今日は、久しぶりにスマホのゲーム実況をやっていきましょう。まあ、久しぶりではないですかね。で、今日やる、ゲームはですね、この左上のアイコンにある、クラロワって書いてある、クラッシュロワイヤルっていうのをやっていきましょう。じゃあ早速やっていきます。てるてるてん。てるてるてん。って感じですね。はい、あれ、ちょっといかないね。50%から。お、いったいった。はい、クラッシュロワイヤルを、まあ、ちょっと簡単に、説明します。まあ、僕はもうやってるんですけど、まず、じゃあアリーナから行こうかな。こう、アリーナっていうのがあってですね、アリーナ、ちょっと待ってね。アリーナ1かな。うん、最初が、練習、あ、訓練キャンプっていうのがあって、一番簡単ですね。で、アリーナ1、ここの上ら辺にアリーナ1って書いてるんですね。で、アリーナ2、アリーナ3、アリーナ4、で、こんな感じでどんどんあります。で、どんどん上げていくとちょっと酔わないでね。こんな感じで一番上まで上げま、あります。展開。はい。で、今、俺は、アリーナ6ですね。まだ全然低いんですけど、アリーナ6です。ということで、じゃあ次は、じゃあおまけの箱、おまけの宝箱ってあるんじゃないですか。ここら辺の上の。これはですね、押すと、宝箱から、いろいろの、カードが出てきます。まあ、2個ありますね。こんな感じですね。で、カードはですね、こんな感じで、デッキですね。8枚、選ぶことが、できます。これはちょっと遊びで今作ってるんですけど、こんな感じで使うで、こう変えることができます。いろいろね。で、じゃあエリクサーでいこうかな。エリクサー、このカード、じゃあ例えば、じゃあこの工場バーバリアンっていうのがあるんですけど、この、カードの、左上、このカードの左上に4ってあるじゃないですか。これがエリクサーと言って、まあ、やってる時に、後でわかります。このエリクサーっていうのは10まで貯めることができるんですけど、あのプレイ中に。まあ、それのエリクサーですね。で、これ7だから結構高いですね。で、一番低いのが1ですね。で、エリクサーコスト平均ってこの真ん中にあるんですけど、これは、こう全部、こう、もう平均ですね。で、もっと左行くと、宝箱を開けることができます。これは右上にある、エメラルドで買うことができます。で、これは課金ですね。課金はまあやらない方がいいかな。で、この辺で買うことができます。真ん中の上の、お金で買うことができます。押すとね。で、じゃあ、一番こっちは大会ですね。これはレベル8でアンロックなんで、まだ僕は行きません。で、まあ、こっちら辺はあれです。で、これも、同じ宝箱ですね。で、どんどん勝ち進んでいくと、こんな感じで、金の宝箱、銀の宝箱ってあるので、これでアンロック。これで、エメラルドで、なんだ、開けることもできるんですけど、アンロックの方がいいと思います。じゃあ、早速やっていきましょうかね。どんな感じで行こうかな。いやー、工場バーバリアン。工場バーバリアン。全然ね、今ね、考えてなかったから どうしようかな。これは今すごい遊んでたデッキなんで、これがね、あれだから。まあ、適当にこんな感じで、できます。ナイト入れとこうか、ナイト。ベビドラいらないかな。いや、ベビドラいるか。まあ、適当に行きましょう。で、今、この真ん中のちょっと右下辺に協力バトルってあるんですけど、最近この協力バトルっていうのが、始まってるんで、協力バトルで今回行きましょう。で、すぐに遊ぶで。もう本当に簡単な、もう大体わかってると思うんで、皆さん。簡単な説明だけで。で、よろしく。俺はやりますね。ウィン、よろしく。おー。ありがとう。はいね。行きましょう。まあ、トルネード入れてた。やばい。ちょっとナイト出していきましょう。で、下辺に溜まっているのが、これがエリクサといって、出すごとに減っていきます。で、こいつが結構危ないので、どうしよう。ちょっとやばい。あー、やばい。これはちょっとバカなとこ。どうしますか。ナイト頑張ってくれ。そうだな。あ、ちょっとこれはやばい。あー、びっくりしました。
違えた。待って、ヘッドホンの音が出た。防ぎられないんですよ。マイク出してちょっと防ぎましょう。で、この辺でちょっと工場バーバーでも出したいんですけど、エリクチャーが全然溜まってないんで、出せないですね。ちょっと工場バーバーでも出してないんですけど、多分防がれると思うんで、ちょっとそれを。あー、これやばいわ。あー、危ない。工場バーバーでもちょっともう、問題にしちゃったな。やばい、捕らえ落とされた。そうだ、これがやばいな。どうにか溜まってないかな。おお、危ない、ギリギリだな。おお、攻めていきましょう。頑張れ頑張れ頑張れ、入れ入れ。おお、マジか。やばいやばい。おお、ちょっとやばいな。行くよ。あー、何されなかったか。もうそれちょっとスキルタン出していきます。あ、スキルタン出して、そういうの出してもらう。マジで頑張ってもらいましょう。おお、ちょっとすごい。どうも、あー、最初の実況だからめっちゃ気づいて、最初の実況だから、こんな感じで、今右上に行ったのが、クラン、これが貯めれることができます。ちょっとね、変えましょう。なんでか知らないけどトルネード入れてたんで、ちょっと、ね、何を入れようかな。多分これじゃね、全然バリバリ弱いんでね。あー、バルキリー入れようか。いや、こいつかな。かわいいこいつを入れておきましょう。で、工場バーバリアン入れてるね。まあまあ、こんな感じでいきましょうかね。あ、そうだ、ちょっと面白いことしたいんだよ。これと、まあこれでいいかな。これでちょっといきます。うん。早く、おぉ、早くしないと。いい時間にもなってくるんで。暑いね、最近。皆さんどうですか？エアコンついてますか？これで、まず工場バーバリアンは出さずに、出すんだけど、いやー、ドキしない。オッケー、ギリギリオッケー、そう、これでオッケー。ミラーが来たんで、ちょっと8位ぐらいまでエリクサー貯めます。この間、おー、これは多分落とされたかな。お、クローン使ってる。いいよ、いいよ、いいかね。走れ。やばいやばいやばい、ちょっとやばい。これ出しておきましょう。ちょっと最近やってないせいかな。ちょっとただの言い訳なんですけど、そうだな、何入れようか。エアバルーン入れときますか。あ、ウィザードだ。で、これで、ベビドラ、入れます。で、なんかね、これ、スケルトンラッシュね、3ヶ月ぐらい放置してたんですけど、おまけの箱で一発目で出ました。で、もうやりたいことは済んだんで、ミラー外して、ネクロマンサーは、いいのか。これぐらいでいいかな。あ、4.1 か、結構きついな。こうしようか。 OK、 これでラストいきます。ちょっと喋らなくなるかもしれない。真剣にやります。いきます。
最初から工場側に来たか。じゃあ、これちょっと、これで。走ってこい。こっちに出して、こっちだか。じゃあ、こっちに出します。あとは相手らに当たりましょう。ナイスナイス。あー。みんなが来た。よし、やったな。おー、マジで？なかなか入んないね。オッケー。であとは同じウィザーで戦ってもらいましょうかね。おお、やばいやばい。ちょっと嫌がるの出したいな。さすがにここでマイクロマーサーをちょっと右攻めまして攻めましょうか。普段もここで入るんで。オッケー。オッケー。あ、やばいね。ナイトみたいなやつ。これで、やばい。やばいやばいやばい。これやばい。これはやばい。頑張って、ありがとう。全部頑張ってほしいな。これ頑張って、勝つまで。これ頑張って、頑張りたい。ここにそれ来る？マジで？間違えた。そっか、ちょっと1回目さあ、初投稿のこのクラロワで負けるか。いやー、これはコメントで弱いって言われるかもしれない。はい、というかわけでというかわけでというわけで、今日はまあこんな感じで終わろうかなと思います。もしよかったら、チャンネル登録、高評価ボタン、コメントもお願いします。チャンネル登録ボタンは画面の右下に出てくると思うんで、よかったらチャンネル登録お願いします。あと、概要欄にも、動画を貼っておくので、よかったらご覧ください。はい。なんかね、難しいね、クラロワって。難しいけど楽しい。うん、エリクサーポンプ欲しいね。はい、よかったら、じゃあ皆さんもやってみてください。じゃあ、また、バイバイ。